Thank you.
くつらい。どうもありがとうございます。私の父親は詩吟の家元でしたので、私も4歳の時からその詩吟を教え込まれてまいりました。毎朝4時半に起こされまして、近くの神社の境内で発声練習、それから学校から帰ってきても友達と遊ぶ間もなくまたお稽古、本当に厳しい父親でした。でも今このステージで歌えるのも、あの頃厳しく教えてくれた父親がいたからこそだと心から感謝しております。私の歌の原点は父が教えてくれた詩吟でございます。詩吟の中に宝船という詩吟がございます。この宝船を入れ込んだ明日坂、これは父への感謝の気持ちを込めた私の大切な一曲です。明日坂、お聴きください。鮮やかなり遥かに見る宝の字金盤の掲知らぬ年。
ありがとうございます。今度は私が憧れて尊敬する先輩歌手の方の歌を歌わせていただきたいと思います。森まさこさんの悲しみ本線日本海、ザ・ピーナッツの恋の風が、千秋直美さんの喝采。千秋直美さんの歌はいざ歌うとなると本当に難しくて、なかなか人前で歌うことができなかったんですけども、今日はぜひとも挑戦させていただきたいと思います。そしてもう一曲は山口百恵さんのいい日旅立ちです。4曲続けてお聴きください。どこへ帰るの海鳥たちよ、シベリア卸の北の海、私には戻る胸もない、戻る戻る胸もない。悲しみ本線日本海、入江伝いに明かりが揺れる、名前も知らない北の街、凍りつく指に息をかけ、旅の重さ手を取る、釣り頼りをあなた、あなたを呼んでくれますか、寒い心寒い悲しみ本線日本海。Thank you.
ツタが絡まる白い影、細い影長く落として、一人の私はこぼす涙さえ忘れてた。暗い待合室、話す人もない、私の
私がふるさと岐阜を後にしましたときに、反対していた父親が東京に行くならば3つ条件を出すと言いました。毎日電話をすること、仕送りはしない、それから新聞配達をすること。この3つの条件を守りながら毎日新聞配達をしてレッスンに励んでおりました。そんなある時、父親が何の前触れもなく東京のアパートに私を訪ねてきました。その時、父親が一言、心を伝える歌手になりなさい。反対していた父親が初めて私にくれた励ましの言葉でした。とても嬉しかったです。デビューして7年目に母親が亡くなって、後を追うようにその父親も亡くなりました。もう私には帰るところがない、甘えるところもない、この歌の世界で頑張っていくしかないと。その当時歌っていましたのが三日月以上はです。心を伝える歌手になりなさい、その言葉を胸にこれからも一生懸命歌っていきたいと思います。¡Gracias!
歌う演歌に仕上げました。幸せ演歌の代表作みりん草、今夜は石原由美子さんに歌っていただきましょう。あなたお前呼んで呼ばれて寄り添って優しく私をいたわって好きで一緒になった仲喧嘩したって背中合わせのぬくもりを迷う二人は二人
Thank you.
やがて亀山城に兵を整えた光秀は老の坂に差し掛かった。ここから西へ向かえば信長の命令通り備中に出られる。秀吉を援助するにはそうせねばならない。がしかし光秀は鞭を東の方に刺し、我が敵は本能寺にあり、と声を上げ馬を京都本能寺へと向けたのであります。しかし実は真の敵は備中の秀吉であった。それゆえ秀吉に対してこそ備えを十分にすべきであったと山陽はこの詩に述べたのであります。
西にさればNo.30年代歌謡史に残る数々の名曲を作り出した船村徹・高野文雄の名コンビが美空ひばりさんのために作りました三味線マドロス、石原純子さんです。波の小唄に三味線純子さんです。関東一円雨降る時はさしてゆこうよ蛇の目がさ、どうせこYeah.
聞こえてきそうです。ご存知、弁天小僧、石原純子さんです。ボタンのようなお嬢さん、尻尾出すぜと浜松屋、二の腕かけた彫り物、お桜に絡む肘に面白さ入って聞かせやしょう。すねる銭もだんだんに、いとこと島をあれどい、噂に立つに知らないよ。夫いら五人男の切れ端さ。まだに由比ヶ浜、騙して取った百両も男とバレちゃ仕方ねえ。突き出しなせた声なと、夫の恋さらしゃ一本聞いてきて、出かけられて帰りしな、にっこり歯車豆絞り、鎌倉武士の島育ち、夫が恋女に虫がや菊之助。
しい昔はさよなら酒よ。幸せ演歌です。あなたと生きる。
Yeah.